わしやがなマフィア梶田です。わしやがな中村一です。よろしくお願いします。提供案件をいただきました。何だい今回はですね、うん、ネオウィズさんのブラウンダスト2を紹介していきたいと思います。はい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 、こちらなんですけれども何やらブラウンダスト2ということで前作ブラウンダストには中村ゆうちが出演していると、うん、出てるね。傲慢の夜ルシウス、なんかね、うん、人間のようで人間でないキャラだったことは覚えてますよ。傲慢の夜っていう二つ名めっちゃかっこよくないですか、うん、どんな夜を過ごすんでしょうね。すごいよすごい夜を過ごすよ。そんなにすごい。すごいですよ。気になる方はね調べてもらって、ぜひブラウンダスト1ですけどね、ルシウスの活躍を今日関係なく2なんですねそう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 、はい、ではまず簡単にブラウンダスト2についてご紹介しましょう、うん、ブラウンダスト2は2017年にリリースされたブラウンダストの正式な後継作品になります、うん、ブラウンダストは2017年に韓国を皮切りに翌年2018年に日本全世界に順次配信され全世界で人気を博している人気スマートフォン向け RPG です、うん、個性豊かなキャラクター（傭兵）と采配バトル RPG と呼ばれる独自のバトルシステムが特徴ですね、うん、でブラウンダスト2のあらすじについてもご紹介しておきましょう、はい、ある呪いを背負った女騎士、白の死神ユースティア、肉体に謎を秘めたラテル、二人は出会い仲間と共に冒険が始まる。壮大な運命の歯車が今動き出す。僕らが待っていたその次の物語へ。ゲームの特徴としてはブラウンダスト1でのマスにキャラクターを置いて戦うゲーム性を踏襲しつつカセットを入れ替えることで同じキャラの異世界での物語なども体験できるようになっているそうです。全くわからない。全然わからないですだからもう見てくれよってことでしょ。まあね、今のところストーリーではこの2人が出会うことで何かが起こる、歯車が動き出すってことはわかるんで、まあ、その実際にどんな物語になっているのかも含めちょっとゲームをプレイしてみたいと思うんですが、リリース前に収録してますんで、はい、開発環境のゲームをご用意いただいております。そうです、 PC ですね。今回 PC でプレイしていきたいと思います。はい、では行ってみます。もうあったからかな。こはい、はい、ハローエリーン。全部スカートが短くていらっしゃるね。大変だね。いきなり俺はこのゲームに対する評価が高まってますね。上がってきた。コントローラー、コントローラー、そうねカニヤク SFC、うん、あれ絵めっちゃ綺麗ですね。おアニメーションすごいね。すごい。あのミニキャラもね。船長様、やっといらっしゃいましたね。はい、お会いしたかったです。お待たせしました。待ちくたびれたんじゃないかですか。やってんな。ちょっぴり寂しい思いはしましたけど。あー本当だゲーム機が遊んでんな。ゲームしてたんだ、うん、暇だったんかな。逃してはダメよ。ゲーム一番優しいものを選んでおきました。何しろ初めてですからね。ゲーム覚えていらっしゃいますか。私たちが初めて傭兵団を立ち上げて活動していた頃の物語。これはブラウンダストの話なんですか。それともそれのあブラウンダストのことって聞いてますよ。だから1の話を今してるんだね。一応言っとくか。あ、ブラウンダストご存知なのですね。本当にすげえメタ会話してくるこの子。自分でハードルを上げていくこのメーカーの心歓迎だってよ。すげえな。さあそれではゲームを始めましょう。はい、エリンちゃんこれはどういう立ち位置のキャラクター。ご説明はお任せあれ。チュートリアルキャラなのか。でももうその2自体ももうじゃあゲームっていうということなんですかね。定義だよね一応今のところは。カセットうんぬんっていう説明があったじゃないですか、うん、このカセットを入れ替えるってところも今のシステムに関わってきそうですけれども、うん、じゃん1のナビキャラ1から引き続きのキャラクター、ああ裏低いね。あら、あの人見た。傭兵かな。綺麗な絵だなこれ。ま傭兵にしちゃいい顔してるじゃない。傭兵です。まだひよっこですが。目隠れだ。主人公だろ。うん。ザ主人公の目隠れだ。どんな依頼でも構いませんよ。あらあら。そういえばこの間イヤリングを探してたよね。傭兵にイヤリングを探してこいと。まあ実質何でも嫌ですもんね。まあ、ね団長様、私たちがなぜここを訪れたのか覚えていないですか。かわいい。このねミニキャラも。うん。ここの顔も表情変化させたそうだね。最強の傭兵団になるため、うん、
だったか。最強の傭兵だ。そのためにまずは仲間を増やそうって話をしたじゃないですか。おっと、隊長は些細なことは気にすんなって。レディのお相手はこのカーソン様に任せな。さて、美しいレディ、なくしたものは俺が必ず見つけて差し上げ。ふざけないで。わ、めっちゃ怒ってる。一体何時代から来たの？顔がダメなら口を閉じてればいいのに。ちょっと辛辣すぎません？女性陣。モブが辛辣ですな。カーソンかわいそうだよ。どうして俺だけこんな扱いなんだ。俺と隊長のどこが違うって言うんだよ。悪ないよ、カーソン。それはもちろん。ひどい。顔の評価が低い。カーソンそんなに顔が良くない。顔が何だってんだよ。かっこいいじゃんね。この顔ならそこそこイケてるだろ。イケてるイケてる。ちょっと性格直した方がいいよ。怒らないでください。それにそんなうぬぼれてるところも団長とは大違いです。カーソンそういうとこ。お前ビビりのくせして言いたいことはズバッと言いやがって。なんかもう結構リディアを仲間にしたこのパーティー付き合い長そうな感じの。そうなんだね。リンがまた怒る前に出発しよう、うん、目的地はこの町の酒場だったな。うん、ここいい仲間との出会いを期待するとしよう。これ新しい仲間をゲットする流れか。どうか今度こそは常識人の仲間が見つかりますように。それはどうかな。お、偉大な第一歩。偉大な第一歩。うん、あ、仮想キーでね。なるほど。自動移動クエストをクリックでもいいと、うん、これ楽ちんでいい、うん、NPC 多いな。そうね、街がね。これ全部会話できるんですか。うろうろしてるやつできるんじゃない。フィールドに植物が落ちてる、うん、なんかすごい据え置き機みたいな作り方だね、うん、そうですね、うん、これちょっと待って、じゃあ話しかけてみる。あ、やっぱ立ち止まってるやつが会話できる対象です、うん、こういう人たちか、うん、これが出てる人たちか、うん、なんだ、特に今お前に用はない。おい、じゃあクエスト発生とかそういうの分かりやすい。まあそういうことですからな。仲間を集めようとしてここに来たの。酒場はちょっと西部劇風なんですね。この酒場には全大陸の傭兵が訪れるから、うん、間違いはなかったようだな。ロクサンナさんですよね。有名な情報商人だと伺っています。あら、私のことを知っているだなんて。悪いやつ。有能な副官長。悪いやつ一概にも言えないか。1秒で10億儲ける。悪いやつだ。あ、悪いやつだ。あ、じゃあお前がやれで済むもんな、うん、なぜそれを売る。でもなぜそれを数千円で売ったりしたの。新生傭兵団よね。依頼実績もなく戦力も未知数。果たしてそんな傭兵団に入ろうとする人はいるかしら。いるぜ、ここにな。これから共に過ごす仲間なら目を合わせただけで本音が伝わるってもんだ。カーソンちょっとバカなんだな、多分、うん、実力なら自信がある。悪いやつじゃない。うん、なんなら試す。その自信満々な姿勢気に入ったわ。実のところカーソンはあれどういう髪型。後ろになんかついてんの。あれは帽子かぶってますね。帽子かぶりみたいな。前髪が飛び出してるけど。いいわ、じゃあ一つ依頼を。これを達成すれば信用してもらえるわけね、うん、最近商店街を荒らしている泥棒を捕まえる仕事よ。いいね。泥棒ですか。危険な人ですか。それ危険でしょ。危険ではないわ。怪我人もいないし、盗むもののほとんどは子供だな。だし、ただのコソ泥じゃないか。その程度簡単だぜ。依頼を解決すればあなたたちに興味を持つ傭兵が出てくるはずよ。どうかしら。なるほど。機会をくれてありがとう。失望はさせない。さてと、もうこれが僕なんだよね。まあ、主人公っていうことなんですか ね、 ね、傭兵団長が。まず泥棒の目的を把握しないとな。商人たちに聞き込みをしてみよう。この日を待ち望んでいたぜ。お、始まった。じゃあこれでお手軽に。ああでもさ、今アイテムが落ちてんのか、うん、なんかキラキラしたもんいっぱい結構落ちてたね、うん、さっきはあのイベント会話中で気づかなかったけど。あ、フィールドにも落ちてますね。最近しょ、なんだお前は。させる顔だな。傭兵だ。この町の住人ちょっとどうなんですか。すごい見た目で判断してくるね。うん、
マヌカはイライラするわ。商人に言われるんだよ。ねえ、さっきの女といい、こっちの商人といい。焼き払います？この町を。うん。話を聞いてくれるだけでもいいんだが。行けたぞ。男同士の会話なら俺に任せてくれ。おいおさ、俺たちは泥棒を捕まえて実力を証明したいだけなんだよ。うん、おそうだ、いいの通るのそれ。確かに心配。評価低いよ、母さんの顔、うん、女性陣からは。俺なら絶対にダメだ。新参者の傭兵なんぞに仕事を頼む。あら、逆効果じゃん。商店街の顔に泥を塗ることになっちまう。分かったか、戻いてくれと。簡単にはごめんなさい。私みんななんか顔の話になってる。ずっと顔の話する。青さん、あ、それ気にしてた。じゃないですよ、髪の話してる。何日も打ってことだよ。あら、母さん会う。母さん会うと。なんだって、俺は間違ったこと。そうじゃなくて、あの今日めっちゃオーラが。お前は絶対言っちゃならない。覇気が出てる、覇気が。どうへだろうが何だろうが一番怒ってるよ。なんだこれ、戦闘突入ですかね。マジで？バトルチュートリアルが商人のおっさんなの？商人のおっさんと戦闘中に斬新では突入しましたね。斬新では。マジで？髪の毛の大切さもわからんこの青2歳目って切れてる。うん、敏感層の敏感の意味が変わってくる。うん、これ爆弾なんなんですか、真ん中の。爆弾あるね。あれをぶっ飛ばせば一気にいける。お、仲間をタップして実行するアクションして、じゃカーソンクリックして基本攻撃とスキルを使用できる。エリーンちゃんの太ももで気が散る。気が散るよ。よくない、よくないね、うん。これを、うん、ノックバック、パーソンスワイプしてノックバックで効果の高い敵の正面に配置する。正面のやつぶっ飛ばしてか爆弾にぶつけられる。正面側に行けばいいよ、うん、ああここに行くの、ここなの。いや、置き場所決まってるんですか、これ。ここでいいんだよね、正面に言えばいいんだよね、うん。はい、彼女を前にいますこう。ここで、うん、おー、なるほどなるほど。ちょうど爆弾があるからあれにぶつける。あ、爆弾も実際に攻撃しようと。じゃあバトルスタート。コンボを狙うんだな、はい。そういうことだね。これよっと、あっ、スキルだ。かわいい。うわ、えげつ、墓になった。おもろ、まあ、ちょっとこの町から商人が減りましたけど、ちょっとどころか4人死んでますよ、商人。まあそういうこともあるんじゃないかなって。これもうこのああよかったよね、生きてた生きてた。いいんだ、団長様。そうだな。おいエリー、知っています。でもリディア、待ってください。あいつモテモテだな。おい団長よ、うわ、大うん、あ、来た。俺がどうしたって。難聴鈍感系。難聴鈍感主人公。マジで今の会話聞こえてなかったら病院行った方がいいっすよね。この距離っすよ。何か言ったか。だってこの距離で輪になって会話に参加してるのに聞こえてないって。ほら、泥棒子供だぜ。当たりましたね。当たりましたね。少女ですね。ダメだ。あ、だからだ。そうか、ズラでしたか。いいのにその髪型の方が。この伏線いる？いるかいらないかで判断しちゃダメです。あるんです。ある。このゲームにはこの伏線があったんです。カツラの伏線が。そうか、カツラ大事なんだ。いくらしたと思ってるんだ。ちなみに傭兵団団長はブラウンダスの主人公で、あ、そうなんだ。他のキャラもブラウンダスのキャラ。あ、結構継続で出てるんだ。じゃあこれ過去キャラが登場してきてるってことですか。そうなんだ、俺でドラやんけ。俺はやっぱりなんか、あ、でもね、なんかね、いいのかな、収録の時に、うん、結構その立場的に割と 大事というか、うん、ちょっと大物ですって紹介受けたから。傲慢なんですか、傲慢の夜、まあ、このスタートからいるようなやつじゃないのかもしれない、うん、なるほど、うん、じゃあちょっとこれから追加収録するね、多分。傲慢の可能性はあるね、うん、あの少女を仲間にできたりするんですかね、なんかシーフっぽかったんですか。なりそうだけどね、うん、あ、近づいただけで取れるんだ。普通に通っただけでさっき獲得しましたもんね、うん、今結構遠かったけど、うん、回収してたからあれかも。探索はそういう意味では楽かもな、ね、この街汚くないですか。昨日までは、そう、ここは行き止まりじゃなかったのに、うん、
ちょっと地面にゴミ散らかりすぎる。ドラゴン猫が逃げたところで、なんかあったの？そう遠くには行けないだろ。でも、とても逃げ足が早く。物を落としながら逃げていなかったら、そのまま逃がすと。え、このゴミ落としてた？こんなもんゴミは違うんだよ。あー、でもなんだ。頭はあんまり良くなさそう。母さんにそう呼ばれるなんて。おい、どういう意味だよ。母さんの扱いしょうがないな。み、戦闘か。そうしないと。雰囲気が変わどうやらただの子供ではバトルださあ気をつけてまた爆弾置いてあるわちょっと待って真ん中のツルツルのやつ何コックさんですコックさん戦うコックさん俺の縄張りでうるせえぞって絶対食い逃げしてるだろなるほどね盾を持つやつがまあ前衛に入ってこれ主人公は戦わないんだねね、指示役なんですかねそれか今パーティー編成がチュートレだからたまたまこれになってるのか、うん、正式契約した仲間は装備を装着、うん、なるほど、うんうんうん、あこれヘイト買うんだ攻撃だったらまあはあ攻撃を食らったやつにヘイトが集中していくってことねってことですねまた爆弾が爆弾使えばまた一撃なんじゃない爆弾ゲーなのかなノックバック爆弾を押し出してまずこれで爆弾を真ん中に置いてケイボンで爆発して墓が3つできると本当にでこれで奥でカーソンがヘイトを取ったとそうですねこの爆弾を任せればもうおしまいじゃないですかねそうだよねだからここを押してカーソン直線なら届くって言ってたから、これでいいんだよね行くぜ、うん、楽勝これくらい大したことはないな泥棒少女制圧途中から子供扱いしないでくれる私は落ちびちゃだが泥棒であることにはそれはそうだけど仕方がなかったか聞かせてみ事情旅の途中で単純にお金がなくなったいやまだ分からない最初働こうと思ったけどなんかやむにやまれぬ事情が仕事がなかったも仕事をくれなかった弓の腕はある、うん、確かに年の割にはすごい腕じゃあ傭兵にならないかとそういうことですよね私はどうなる、うん、そうだな君の誠意次第だなだがそれはほら来たうん、お前が俺たちの傭兵団お前はちゃんと働けるようになるし一本の矢で2匹のウサギを捕まえるとほんだ団長様あの子は罪を犯している正論エリン町から逃げりゃいいじゃないこの町できんだけどロックさんに話してみましょうさすがエリンみんな団長好きなのね、うん、団長様カソン以外お兄ちゃんカソンも団長好きっすよきっと本当あでも団長好きでついてきてるかわいいこういう子らしいですかわいいで戻ってみるとあリージちゃんがリーダーになった本当だ戦闘だそうこれがあなたの選択なのね合格よ あ, そうあなたたちがだ大丈夫なんですかそんな必要はないわ実際に盗まれうん盗んだものはいつも返してたんだよいつのよかっただが本当にいたずらなんだ単にそうなっちゃうと腕の暇つぶしでやったんだ心配はいらないリスキーなことするな同感よこの町の凶暴な住人たちの前でよくやったな一人の傭兵がいろいろと手伝ってくれているみたいだけど最ごめんなさい確かなのはその傭兵が仲間を探しているってことよもしかするとあなたたなんだそれ私の情報はとても貴重、うん、仲間を探している強い傭兵がいるということはいい知らせ情報が足りなさそれよりも六三奈が隠したメモが気になるこれは各地でいろんな仲間を集めるメモの内容が気になるの、ねうん、泥棒はダメだっていやあえてメモを見せびらかしたのもいい会社たくさんなら試し頼む心配いらないよいいね団長さあ自動ではできない自分で行けってことね、うん、
話しかければいいのかな。そうね、盗むっていう選択肢出ましたよ。本当だ、才能スキルって、これジョブのあれ使えるんだ。それぞれの固有の才能があってできるらしいよ。自由度高いですね。多分いろんな NPC から盗めるんでしょうな。そうだね、成功率 60%。 微妙なラインだな。まあいけるっしょ。ゴー、ピン、成功した。いけた、ね、すごいね。もう私には見えなかった、さっきまでちゃんと会話してた相手から物を瞬時に盗むっていう選択肢を。テルダム市場の職人、団長もなかなかのもんだよ。たった丈夫な胃腸なら、もしこれが例の傭兵、我々が行くべき、うん、肉、さあ肉屋に行ってみないと。そうですね、食肉の需要が爆増したのならお肉屋さんに行けば場所は私が知ってます、うん、さすがエリンだは、はい。これで行くと、で肉屋に行く。まだ話の内容が見えてこないけれども、傭兵団をとにかくでかくしたいっていうのは最初当面の目的は。そうだね、うん、なんかそのまだ大大きなさ、さっきの説明に、うん、あったのはさ、そうなんですよ、壮大な運命の歯車って言ったけど、それはまだだよね。いないんですよ、ユースティアもラテルもいないんですよ。いないもんね、うん、ユースティアとラテルはどうだ。ベアトリスさん、お、あ、新キャラ、悪いけど、あ、これも仲間かな。ガンガン仲間を入れるね、最初に。そうですね、肉がないと元気が出ないんだぞ。そう言われてもないものはないんだよ。あんたが全部食べちゃったから隣の村から買ってこなきゃいけない。全身へのグラフィックだと、この従業員ずいぶんセクシーな、うん、ね、スカートをしてる、ね、めくり上げて動きやすいように。まさかあの人が例のよ。ま、待てよ、この、ああ、その店の店員がこの覚悟した。おいおい、これってようやくわかった。ああ、多分違う、また戦闘かな。そこのジャジャマ、そうかな、こいつと、うん、ジャジャウマだって、ま、あ、やっぱ顔を、まだ顔を、カーソン、カーソン、よっぽどだな。このだ、団長様、いや、くそ、武器、あの二人、戦うの、戦うって、まあ、来た爆弾、爆弾ですね。これ爆弾をうまく利用すれば楽勝でしょう。ああ、そうか、ビジーが先に行動するように。へえ、後ろに下げてねじ込む、うん、でこうやって順番を変える。うん、うん、あ、後衛から先に攻撃できるんだ。カーソンを爆弾が攻撃できる場所。カーソンも爆弾を攻撃する人だね。こいつ遠距離じゃない。お、油断したね。かわいい。発射。は？絶対投擲武器を持ってるやつが行くべきですよね。爆弾。簡単だ。接近していくから。起爆にぶん殴りに。ねえ、カーソンかわいそう。楽勝だ。たまに帰ってこないかもしれないから。思ってたよりも強いな。にる。そこまでだ、カーソン。ね、肉をすべて食べてしまったのは本当の、そこまで悪いよ。そうよ、イケメン団長さん正直言ってお肉を食べすぎ、今まで仕事を手伝ったタイプ、そうだ、うん、金は荷物に、想像していたよりも、お前、お前、お、なんか始まる、また敵か、止めなきゃいけなかった、クソ、あ、怒涛の展開ですね。俺たち、そうだね。え、だ、どこどこ、行こう行こう。あれ、また爆弾か。あれは、この街どんだけ爆弾。爆弾爆弾だらけじゃねえか。爆弾。おー、アンデッド。アンデッド。私が追っていたやつだ。市場みたいな人が聞きたい。市場みたいなところで爆発したらって言ってるけど、さっきからお前起爆してるけど。やりまくってる。団長が、こんなもん、あら、これはたくさん肉を食べるのも納得ですね、うん、
食べた方がいいね。食べた方がいい。ウイグル極小極小ウイグル極小だよね。ウイグル極小の話怒らせちゃったみたい。これ以上刺激するのはまずあの爆弾を止めるに。カーソンが全部やった。おいちょっと待ってくれ、ま、いくら俺の盾が固くてもカーソン爆弾担当なんですね。処理するのも食らうのもカーソンが、うん、あ、かわいそう。すさまじい力だ。このくらいなんでもあれなんかあ。ウィークルー爆発するぞ。自爆兵か。戦闘だ。おでかいでかいでかい爆弾がある。ん、盾を持ったのならず者。え、ならず者だから向こうについてんの。なんで話してんの。なんで骸骨の味方してる。大型爆弾は通常よりも範囲が広い、うん、これね。で攻撃の番手を上げて攻撃。まあベアトリスがコロツキを倒すんだ。あ、これもパンチ上げるのね。ここじゃないんだ、ここなんだ。固定ダメージ、物理固定、魔法固定。ああ、防御値が関係ないんだ。なるほど。カーソン一人で耐えてもらいましょう。カーソンのスキルは物理の耐えられますね。でこれで回避すると、はぁ、爆発させて、うん、お尻、あらららら、はぁ、このカットインのカーソン様のお出ましだ。行くぜ。カーソン方向性違うね。カットイン好きだな俺このゲームの。いちいちおもれよ。これもういいのかな。スタートで当たるっしょ。はっはっ高いなぁ。縦を行けます。君の腕には自信があるよ。いいね。ういうい本当に死ぬところだったぞ。今すぐせ、ちょっと待て。お、あいつは利用されてた、このアンデッドまで擁護するってのか。ちょっと待ってください、ベアトリス。そうだな、ここお前たち、突然なんか話が始まったぞ。七魔星なら聞いたことがあるが、六魔星、七魔星、そういうこともあるさ。そういうこともあるの。あるの。そうの天才だ。七魔星、呪われた七番目の星。分かった、こいつが傲慢の夜。やつを追いかけてここまで来た。俺ですか。七魔星って人、そういう役割だったかな。愛量の肉、それは問題じゃないんだ。でも傲慢、見ての通りとかってついてるから。やつは目的のためならアンデッドでさえリーパー。七つの大罪ですよね。うん、世界、そのうちの一人じゃないですか。その懸賞金の額っておいくらなのか、きっと、これくらいだ。そんな金額、生まれて初めて聞いたよ。そいつさえ捕まえれば俺のよ、折れた槍も修理してもやっぱりそれで市場の人だ。偶然だな、君のような人材。本当に、よし、私もう七魔戦とかに案内してくれるの。え、え、え、こいつ仲間。仲間だって。仲間、あ、そう。何考えてるか分かんないのに、このアンデッド。こいつについていくんだ、みんな。マジすごいなこのゲーム。あ、なんだってこの辺に。おじいさん、これが七魔星だよ。宝石キロージ。宝石ロージ。おいおい、カタパルトジジイですよ。七、なんだって。七魔星だよ、七魔星。大丈夫か。七、わ、あ、ほら、この女、まこと久しぶりに聞くの。嘘でしょ。始まったぞ。ま、本当にジジイがしません。しまった。ほら、変装に長けている。しません。お前ら。何が集まってんだよこの町一体。罠か。くそ。迷うな。ウィグル。助けてもらった恩なんだ。こいつは何なの。
でも爆弾持ってっからな、こっちもあいつを狙われてやばいんじゃないの。利用されていたらしいってことだったけど、 あいつをひょっとして起爆するのか。やっぱりそうだ。ちょっと団長、こいつ血も涙もないな団長。ウイグルの強力な自爆攻撃。アンネットだからまあ爆発しても蘇るか。死なねえもんな。これはもう俺がやるんだ、自分で。え、だってもうさ、これさ、真ん中を放り込めばいいのかね。ここら辺に、ここに放り込むってできんのかな。射程が意外と長いっすね、このゲーム。そうだな、ね、これでちょっと開始してみていい。うん、発射。これでいくでしょ。で、爆弾。うおう、楽しい。強っ。はい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 。まあ、当然相打ちなんだね、自爆すると。本当だ。うん、ああ確かに自爆になるんだね、やっぱり。まあ戦力一つ犠牲にして敵を複数倒せると思えば。信じてくれたおかげです。まあ爆弾ゲーだからな、このゲームは。うん、これこの調子だとウイグル一生勝利モーション出ないですよ。確かに毎回死ぬから。傭兵。どう考えても不自然だ。本当にあなたが操られてるのか。しまし、ロッテルダム市場。あ、なんか勘違いだって。7番目に年をとだと思った。そうだ。お前ら老人に攻撃を加えるなんて。あ、悪いございました。悪いございました。こっちが気楽に休めるよう、そう、そこに押しかけてきて。すいません。ベアトリス。待ってくれ。しまし、は市場の皆が。まはどっか来てる。まは。まはどっか来てる。本物の七魔星は？うん、どうか穏便。じゃあ六魔星っていうのはいるけど、七魔星は嘘だった。嘘ないないんだね。じゃあ六魔星の。はい、これはなんて。え、父さん？それがじゃな。あ、そう。うん、そう。よかったね。よかったね。うん、今だ。全員ウイグル。でもこのじいさんはなんで透析機持ってるんですか。やっぱ戦争仕掛ける気なんじゃないそれは一体どうなってるの。あれ、お、ガチャ、ガチャが引ける。ガチャが引けますぞ。仲間をこれで増やします。あ、でもコスチュームや装備の獲得なんだ。あ、仲間も入るって。ちなみに、うん、ここで回せるガチャ引き直しが可能なやつっぽいんで言ってるね。うん、狙いましょうか。2枚抜き3枚抜きを大きいの狙う。ええ、うわ、えらいこっちゃ。言葉は不要のマスターピースですわ。柔らかそう。これはみんなガチャを回したくなる演出を入れてきたってことだよね。タップする場所もね、決まっちゃいますよね。ここじゃないの。ここじゃない。はぁ、あれ出てくるキャラの紹介か。そうなの。え、違うのか。今二人出たの。創造の神って言った。それともあれは神様。ああ、アンドリュー。ここでね、それぞれが出してるから、これが装備品の子で、あ、こっちがコスチュームの神様だから。キャラクターが出る可能性はこっちだよね。おー、女海賊。お、仲間、新規キャラと。新キャラと。レアリティ、それとも。あ、レアリティ高そうっすよ。あ、出た、最高レアじゃないですか。虹だ。本当だ。うん。で、装備。アースシェイカー。名前負けしてるだろ、今の。いやいやいや、見た目。大地を揺るがす、このって言って、あれを。あ、ホロロ。武器。フライシュッツ。これ、それぞれ専用装備的なのあるのかな、今見た感じ。ドクレチア専用装備。書いてる、書いてる。お、かわいいね。ヌーゴ製シャツ。最後もキャラクターで、戦闘意志。さあ、2枚か。それぞれ1個ずつしか出てないな。まあ、これ最低保証じゃないですか。もう一回回しましょう。もう一回回しましょう。もう一回回しましょう。引き直し。引き直し。引き直すたびこれ見れる。いいっすね、お得ですね、マスターピース。俺はアイリちゃんの方が好みだ。言うと思ったの。あ、一つ確定。
装備も一つ買って。装備のあれ虹かなあれも。あ、でもこれ一発目出た。お、二枚抜きかな。おお。シラザード専用。さっきよりすでに結果いいんじゃないですかこれ。でさあ、キャラクター。誰が出る？悪を退けるのは我が使命。お。女騎士だ。血の騎士、あ、ユースティアですよ、ユースティア。角生えてたよ。うん、今の子がストーリー説明に出たユースティア。ここで撮るの？でも今のコスチュームっすね。元々の肩書きが、あ、そうかそうか。キャラとしては手に入ってもコスチュームとして SR のコスチュームを取ったってことか。白の死神じゃなくて血の騎士。お？え？どういう世界？大当たりじゃないですか。大当たりじゃないですか。大当たりじゃないですか。あと、うわー、ウイグル。あいつガチャからも出るんか。そうね、同一キャラの衣装違いが結構あるってことだよな。チーラーハンド、うん、デンジャースポーン、ウィグルだね。あー、うーん、さっきと同じ、やっぱり1-1っすね。装備とコスチュームそれぞれ1個ずつ最高レアって感じですね。引き直、ラストチャンスいってください。ラストチャンス、そう、パーフェクト。3枚抜き狙いたいな。おお、とりあえず一つは一つは確定。確変せよ。もう優雅に登場するはずが。おお、セクシーエリーゼの愛しいレディ。一段階昇格、昇格した。罪深き女よね。エディーゼのさっきの服じゃないか。そうね、うん、これはなかなかやっぱ3つとかは来ないっすね。どうやらなかなかだね。確定で2つはいくみたいですね。装備とキャラとはもらえるっぽいけど、うん、まあこれでいいんじゃないですかね。なんかコスチュームと全く同じやつですよね。これシナジーがあるってことですよね、うん、確かにローズセレクション、ここのアイコンと一緒だもんね。そう、着てるやつと同じだから、これは大当たりでしょ。うわっ、うわっ、うわっ、今何今大丈夫だと。もう一回、もう一回多分切り替えてもう一回この画面開けばいい。なんでそう、あれって、おお、このゲームそういう、おおおおおお、ピンクのしましま、神ゲー、神ゲー、神ゲーが確定です。神ゲー確定です。神ゲー確定した、はい、神ゲー確定です。おお、皆さん派遣です。おお、そういうことさあ、それでここ、はい、ガチャを引き戻ってきましたが、やっと居場所を見つけたのに、うん、心配しないで、仲裁してくれる村にヒント、アンデッド、アンデッドいますけど、倒すっていうか、いますけどね。ねえ、ウイグル、何なのこいつ。というか、まさかストーリー上で仲間になるやつは思わなかった。こいつを連れてきたんだ。私にもわからないんだ。ちょうど関係のある依頼を。違法アンデッドを連れ、待ってくれ、うん。ところで、依頼の報酬。何か問題で。あら、まさか。ただ働きをね。じゃあ、契約成立。最初から借。あ、お、終わったのか今のゲーム。やっぱり私の記憶とはちょっとその、私はあんな風に団長様にすがったり嫉妬したりし、それでいかがですか。別世界なんかな。すぐ終わっちゃって名残惜しいですか。まだ会話を交わしていない人も、さ、では次のマルチバースかもしれないですね。さっきプレイしたカセットの11年前の物語ですね。団長様とこのカセット一緒にやっ、さっきの11年前ってもっと昔ってこと、うん、どんどん過去に遡って、もういろんなのがあるんじゃない、この感じから歴史辿るのかな。お、なんか解禁された。おー、でこれチュートリア終わったから、いろんな要素がこれも触れますよっていう話ですね。そうね、はい。お、そしてキャラクター、どなた。あ、ラテル星5。あー、これさっき冒頭のストーリー説明出てきた肉体に謎を秘めた男ですよ。彼が今度からこの主人公、
なんかなになるみたい。ユースティアとラテルが中心っぽいですよね。先決の騎士というカセット、このカセット買おうって、おなんか懐かしくないですか販売形態この売り方、販売形態がね、やっぱりこれ SFC だよな。あ、ソフトの中にはこういうガイドブックついてるって、こういうの。これせっかくなんで、あ、こんなんも見えるけど、あ、設定しようじゃん、おまけでやりますかこれ。そう ね、うん、これいいな、説明書細長いのもいいな、懐かしいっすよね。そうね、細長説明書はい、ということでブラウンダスト2遊ばしてもらいましたけれども、アゴさん、これはなかなか味のあるというか奇妙なところもある不思議なタイトルですね。まださ今の流れが本当にゲーム始めて最初があの流れなのかな、うん、っていうことになりますよ。ちょっとチュートリアルですもんね。まあそうなんだけどね、うん、それで考えると割と突然始まるんだけど、まあ物語はあの中で成立してるんだけど、うん、でもね今終わった部分はそれはそれとしてで今話が終わらされたし、多分ですけれどもいろんなカセットでいろんな世界をたどると全貌が見えてくるから、うん、いつの間にか繋がってくるやつじゃないですか、うん、これは興味深い、うん、その群像劇っていうものの処理をこういう形に置いたってことだよね、うんうん、そういう要はストーリー誰かだけの視点で進めるの難しいから群像劇をやりたいからってことだよね。ある意味ではフリーシナリオって感じですよね。そうだね、すごく、ということで今日の動画は以上になりますが、ブラウンダスト2まもなく配信でございます。気になった方はぜひ事前登録してみてください、はい、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね。